え、今日何言ってんすか。下の猫ですよ、下の猫。上の猫じゃなくて下の猫な。見るべくは下の猫な。トランプのタワーを書いてちょっと待って、トランプのタワー、ちょっとひそかのこと思い出してさ、書くわこんな感じだよね。はい閲覧注意、触っただけで倒れちゃう、どういうことちょっと待って、どういうこと。高いタワーを描いた人ほど実は体が敏感です。まあそうですね、確かにすぐ気持ちよくなっちゃうところはある。もう日とかまでいる興奮しちゃうじゃないか新しい星座を発見、どんな形をしている。君たち座、君たち座です。君たち、あの星が君たちに見えます。しょうもな、嘘でしょ。閲覧注意、星の数は〇〇〇になりたい数、実は星座関係ない。関係なかった。いや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 、いやこれは違いますよ。これは君たちが、君たち多いっすね。違うよこれ、だって君たち座を書こうという目標がまず先にあったんだもん。君たちのせいだよねこれは。鳥を書いて、かっこセリフ付き。セリフ付き鳥。始まる。あなたの〇〇のテーマがわかります。何、何のテーマやねん。これはあなたの人生のテーマです。いいことじゃん、人生始まっていこうや。目が覚めるとゴキブリになってた。あなたを退治しに来たのは誰。名前を書いてね。ゴキブリが出たら、ラミーの部屋にまで来たら迷惑でしょうが、ゴキブリは消えてもろて。ラミー気づいてくれ、マリンだよ。こんな感じ。あなたはその人のことをこう思ってますわ。え、なんだろう、なんだろうな。あなたはこの人が好きなんでさ。なんで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 そうなんの。さらっと同性の顔を描いてみて。さらっと同性の顔、昨日ちょっとね絡んだから今頭にペコラが浮かびましたと。あなたは〇〇をこう見ている。あなたは自分自身がこう見えている。完璧か、完璧か、完璧か。化け物じゃん。自分をペコラだと思ってる。異常者だよ、マリンは。この四角を使って窓の絵を描いてみて。窓の絵？こんな感じのさ、外開きのさ、窓をさ、バーンってさ、開けるさ、山田ハーマイオニーさんみたいな、なかったっけ？昔のホログラで。いいじゃん。あなたの SNS に対する警戒心がわかります。うっそー。開いた窓、全体公開で警戒心ゼロ。閉めた窓、友達まで公開程度、カーテンまで閉め切った窓、警戒心マックスの鍵垢。もう全開だよ、フル開示だよ。娘まで開示してます。クジラの絵を描いてみて。クジラでしょ、これ友達。あなたはエッチ上手かも。え？海を描いた人は激しいのがお好き。潮吹きも描いた人はテクニシャン。もうだってクジラだけ描くやついるか？おい、クジラオンリーで描くやつおる？海と潮描くだろうが。なあ、テクニシャンね。クラウクあまりのテクニック。なあ、ケツ出せ、おい。
あなたのお気に入り文房具を勝手に使ったのはどんな人、年齢は。勝手に使ってたのでしょう。しおんたんです。あなたの丸々年齢が、あ、ついに17歳の部分が、マリの17歳の部分があらわに。これはあなたの精神年齢。いいじゃん、年相じゃないの。ピチピチの年相じゃないの。旅行で誰よりも大きい荷物を持ってきた人は誰。うわー、なんか待って、マリンの想像ではね、ミオシャ、ミオ先輩ってだってなんか差し入れとかもめっちゃ持ってくるんすよ、現場一緒の時とかに。これ持ってきたからみんなで食べてって言っていっぱい持ってきてくれる。あなたはその人をこう思って、なんだろう。思ってない、思ってない、あ、思ってないよ。なんで思ってないよ。感謝してます。そう、やっこ、いや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 、これ嘘、これ嘘。いや、思ってない、思ってない、本当に思ってない、本当に思ってない。大好きだもん、船長ミオ先輩のこと、めちゃくちゃ大好きだもん。ラジコ大丈夫だよな、ラジコ。思ってないよ。お祭りで買った食べ物、棒の先には何がついてる。ブブ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 ブフランクフルト。わたあめとかチョコバナナとかメスの食べ物食ってんじゃねえ君たち。何、細長いものテクニック、大きいもの安心感、太いもの刺激、その他恥じらい。なになになに、主語がないじゃん、主語が。主語がねえよ。これを使ってなんか書いて。まあこんな感じですね。あなたの秘密がわかります。秘密、あなたが人がいないときこっそりしていることです。いや、キワジ、実は船長ね、裏でコロネスキーやってんだわ、かなり。よくピキピキピーマンになってますね。だが違うって、コロさん、違うってコロさん。でも今は指示中のマーク出てないからな、みたいな感じ。運動会で綱引き、その時あなたはどんな顔。ふんふん。あなたの丸々中の顔が、もうさぁ、なんすか。もう一生懸命じゃんか、めちゃくちゃ一生懸命じゃんよ。ねえ、やめてよ、うるさい。トイレで踏ん張ったりしません、マリンは。なめんな。